はい、チョロ農園のチョロ2号です。今日はずっとですね、午後ベンシグレ大根をですね切ってました。で、24キロ分塩漬けできました。あとでも20キロぐらい残ってますね。で、こちら多分伝わらないと思うんですけど、親指水ぶくれができましたね。結構ベニシグレ大根ってで硬いんですよね。であれをこう輪切りっていうか縦に切っていくんですけど、40個もですね、何十個も切ってるとおかしくなってきますね、手が。はい。それと腰っていうか、うん、なんかこう右の方がグキッとなりましたね。はい。本職ではないところで体を痛めてしまってますね。いけないことですね。あとは今日はそんな思い出たっぷりの一日でしたね。はい。ってことで、今回多分最後なんでしょうね。いろいろベニシグレ大根買ってくださった方にはぜひまた買ってほしいんですけど、新しい人を発掘するのも面白いかもしれないですね。はい。で、ってことですね。本日お疲れ様でした。気をつけて帰ってください。あそこにいるんですよ、いつも。はい。いるんです。まあ、多分、座敷わらし的な、ハウスわらし的な感じだと思うんですけど、それとですね、今日はキュウリがですね、でもまあエースが8箱できてるんで、で昨日10箱だったんですね。はい、そんなとこですね。はい、ちょろちょろと相変わらず切ってますんで、はい、頑張っていきましょう。はい、気をつけてあげてください。はい、秘密のちょろ道中でよろしくお願いしますよ。はい、最初はピーヨピーヨじゃんけんチェキキョーキー。それとですね、朗報です。はい、皆さんにぜひこの朗報は、耳の穴をですね、血が出るほどかっぽじっていただいて、耳クソのクソからクソをですねかっぽじっていただいて、よく聞いてほしいんですけど、相場がですね上がり始めました。なんと私がぼやいた重油代の上昇は倍か上昇につながるのかっていうのがですね、実現的になりましたね。ただですね、50円ぐらいしか上がってないですね。100円上がったかな。とにかくですね、長箱2000円超えてきましたんで、で C も1000円超えてきましたんで、1100円ぐらいになってますんで、なかなかいい調子になってきましたね。はい、このままあと10日間ですか。28日最後、留市ですね。留市に全量敵化から C から B 全部出そうと思ってますんで、関連の方はですね、心しておいてください。最後100箱ぐらい持ってきますんで、はい、最後10万ぐらい稼がしていただこうと思いますんで、そこだけはですね、チョロ農園じゃないですよ。最終留め市だけはですね、もう大農家です。はい、ということです。頑張っていきましょう。抜かないですよ、まだ朝取りの偉い人まだ抜かないですよ、僕は。はい、まだやります。はい、22、23、24を管理に気をつけてですね、ビシッとバシッとやってきますんで、ご視聴よろしくお願いします。チョロ編です。申し訳ございません。